おはようございます。5月14日火曜日、4日目です。4日目を迎えまして、今日はね、岩手県の遠野にまず行ってから、次はね、岩手県大船渡市ということで友達に会いに行こうと思います。時間はね、7時52分、7時52分なんで、まあまあ10時ぐらいには遠野に着けたらいいなと思ってます。あとですね、現状4日目の荷物なんですが、テーブルをね、こういう風に設置したまんまにしといて、この下に荷物が入ってます。で、ベッドはこんな感じという風になってますね。で、こっち側はですね、まだ使ってない衣類が入ってます。で、こっち側がもう使用済みの衣類ということで、NASA の袋に入ってます。もうね、綺麗にビールばっかりなんですが、まあとりあえずゴミが出たので、この辺はですね、こう袋に入れといてですね、また持ち帰りましょう。じゃあそういう感じで4日目のスタートです。はい、それではですね、遠野ふるさと村に向けて出発したいなと思います。今7時40分で、到着がですね10時39分ってなってるので、まあ10時半ぐらいには着くでしょうということで、3時間ぐらいですかね、車を走らせようと思います。昨日に比べたら余裕ですね。はい、今現在ですね、岩手県にようやく入りました。岩手県に入りまして、ちょっと休憩をしてるんですけども、本当そこにですね、岩手県の看板があったんで、岩手県と山形県の境目なのかな、その辺に今いるんだと思います。いよいよ岩手県ですね。これね、今道が分かりますかね、延々ね、まっすぐです。普通ね、これぐらいの発展してるところだと、まあ、そんなに発展してないじゃないですか。だから大体ね、すぐ曲がり角が出るはずなんですが、曲がり角が全然ない。すごいなこれ。遠野市に入りました。道の駅もあったんですけれども、風の丘とかなんかそういう道の駅ですかね。まずはふるさと村に行きたいなと思います。おそらくふるさと村の方に行けばね、そのお土産屋さんとかもあるんじゃないかなということで、これが遠野ですか。お、ガソリンスタンドがあるんでガソリン入れていきましょう。今ね、この走ってるルートが遠野カッパロードというところみたいです。カッパがいるのかな。そうそう、あのね、遠野といえば、牛音虎もそうなんですけども、カッパの食うと夏休みっていう映画がありまして、アニメの映画だったですけども、そのね、カッパの食うと夏休みでも、物語の最後の方で、主人公とカッパのクーが一緒に来る場所、それが、このね、岩手県の遠野でした。あ、カッパ淵ももう近いのかな。あ、カッパ淵っていう看板が出てますね。じゃあカッパ淵も寄っとこうかな。伝承園、あ、カッパのクーと夏休みの、ちょっとここ行ってみますか、せっかくですからね。カッパの食うと夏休みはね、うちの奥さんも見たし、うちの子供たちも見てるので、このね、カッパの食うの絵、これを見るとなんか喜んでくれそうですけどね。キュウリが置いてあるのか。カッパのお皿貸し出し中。あ、おはようございます。カッパ淵っていうのはこの近くですか。はい、カッパ淵は歩いて5、6分です。あ、
車はちょっとね、お寺さんの駐車場しかないので、はい、こっちに置いといてください、はい、前の道、こっちの道をね、左歩く、はは、は大きい看板すぐ出てくる、あここ右に渡っていただいて、条件寺の中通った奥がカッパ口になります。わかりました、とりあえずここだけ、はい、ございます。320円です、はい、カッパのお皿頭に乗せていくとね、カッパさんもしかしたら出やすいかもしれないです。はい、わかりました。はい、あ、じゃあ500円で、はい、はい、帽子をかぶって行ってみましょう。なんだろうこれ、もえっとしてるな。今無料で占いしてますけど、やってきます？あ、占いですか？うん、私あの占い師です。あ、セッションしてました。あ、そうなんですか。うん、占い師の方に、ね、占ってもらいましたけども、どうですかっていうふうに聞いたらですね、普通って言われました。普通、まあね、普通が一番難しいですからね、まあ、普通で良かったなと思いますけどね。カエルの声がすごい聞こえますね。カッパ淵って書いてありますね。こっち側に行けばいいのかな。なんかね、ここまで遠くに来て歩いてるっていうのも不思議な感じですね。すごくこっちの道で合ってましたね。カッパ淵って書いてあります。あと 100m。 この旅で、なんか初めて観光したなって感じですね。こうのんびりと。まもなく。じゃあ次は、ふれあい村、そっちに行ってみましょう。はい、今度はね、ふるさと村にやってきました。すごい静かですね。すいません、はい、あの屋外ジンギスカンが食べたいんですけど。はい、はい、ありがとうございます。お一人でいいですか？一人です。ここ三席で、あ、お好きなところで。わかりました。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、ジンギスカンいただきました。めちゃめちゃ美味しかった。ね、ジンギスカンと一緒にいかがですかということで汁を勧められまして、多分郷土料理なんだと思うんですが、いや美味しかった。で、ジンギスカンもめっちゃ美味しかった。いや来てよかったですね。でね、中に入りたかったんですが、多分ね、中結構歩くのかなっていう感じでした。今日はですね、できるだけ大船渡市を回るという感じの一日にしたいので、今の現段階でちょっと疲れてるところはあるので、なるべくね、体力温存したいなということと、おそらくね、あの中はあの昔からあるようなそういうね、街並みが再現されてるんだろうなっていう感じでした。お昼ご飯を食べて、なんて言うんでしょうね、動きたくない状態になってしまったっていうのもあって、とりあえずね、これからも大船渡市に向かおうと思います。ということで、これから56キロ、到着が2時3分、今が、12時9分となってます。よし、行きましょう。
い、ですね、到着まであと 13.4 キロ、だいぶ近づいてきました。大船渡市に今入りました。大船渡市、一応ゴール地点ですね、大船渡市に入りました。思い返せばですね、もう刑事とは知り合って20年近くになるのかな。出会ったのがもう20歳の時ですから、いつの間にかそんだけ時間が経ってて、でですね、東京で出会いまして、それぞれがね、地元に帰りまして、で、まあ連絡を取り合いながら今に至るという感じなんですが、いつか必ず行くからって言いながらもですね、子供が生まれて、2人目生まれ、3人目生まれという感じで、5年前、6年前の話なんですけども、刑事がね、元付き合ってた彼女がいまして、その子が川崎に住んでるんですけども、神奈川県ですね、神奈川県の川崎に住んでるんですが、その子がね、結婚するからパーティーやるから来てっていう話で、僕もね、その刑事も呼んでくれて、僕と奥さんと、あの時2歳だったかな、2歳か3歳のキャラメルちゃんと、あとはね、もう母ちゃんに背負われてるような状態の1歳ぐらいのミニーちゃん、このね、4人で川崎に行きました。うちの奥さんのこともちょっとは知ってるし、うちの奥さんも刑事のことはちょっとは知ってるっていうような感じです。はい、はい、着いたよ、着いたよ。来たね、長かったわ。どの車、その車。そうそう、そこにね、これ旅館の車。俺と同じじゃないかよ。あれ、あっち刑事のやつ。そうよ。何これ、マジで。何この一致。そんな、そんな偶然ある。ちょうど今、しまちゃんのさ、YouTube を見ててさ。あ、ほんまに。そう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 、そうか、来たな。いや来た。しかし風が強いね、ここは。だから次は海からの風があるからさ、思ったよりかは発展してるというか。ああ、まあこれもだいぶ治った方なの。治った方、治った方。そう、もっと港の方とか行くとまだ。そう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 。あ、なるほどね。そうだね、こっちで行こうか。ちょっといろいろ行こうか。そうだね。でも自然とかは結構どうなの。あ、いやいや、なんでも俺もしばらく山行ってねえからさ、例えばさ、すげえな、まさか俺さ、だからついさっき見てたんだよ。あ、ライブ配信のやつ。まさか警報だと思わんかったわ。あ、これね。うん、ちょっとね、NASA シールドかな、 NASA ステッカーか。 NASA ステッカー、ちょっとお土産あげるわ、 NASA ステッカー。マジか、 NASA ステッカーもあんの。あるあるある。マジかよ。あのね、店に貼るわ。いや、多分ね、欲しがるかなと思って、2枚買ってきたわ。自分のやつと。すげえ嬉しい、これ。ありがとう。あと地元のね、オカルトバーの店長にはね、これを買ってきた。あー、素敵だ。これいいか。いいよ、マジで。うん、おー、マジか。それはね、ちっちゃいやつが3本入ってる。マジで。うん、ありがとう。すんげえ疲れた顔してたもんな、まず。マジで、昨日は疲れた。うん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 。さすがにね、さすがに下道400キロはね、きつい。これ、タバコやめてんだ。やめてない、やめてない。逆に素晴らしい。あ、やめたん。やめてないよ。いや、しまちゃんね、ほんといろいろ来たよかったな。マジで、近くにいたらどんだけあれかってぐらい、なんつうか、店のこととかね。ああ。うん、相談とかね。うん。でも店自体はあれでしょ、軌道に乗ってるというか、そうでもない。どうだろうね。いや、でも、いや、いいんだよ。そうそうそう。別に拾えるつもりもないし。うん。そうそう、小ささじゃないと、なんていうか、俺はそれ以上大きくやったら、なんていうか、らしさが出せなくなると思うから。はいはいはい。本当、もっとね、魔女っぽいカクテル作りたかったりさ。ね、カレーはこれ。あ、嘘。嘘。いや、俺ね、ごめん、最初ラムネかと思って食ってた。ラムネにしてはなんか違うなみたいな。ミント素敵なやつだよね。ああ、いやー、そうね。まあ店は確かに大変だろうな、やるっつうのね。好きじゃないとやり続けれない。あ、そういえばあれは彼女とかいないわ。何年ぐらい。すごいよ。だから東京から帰ってきたじゃん。あ、はいはい。もう10年前。うん、10年前か。それから1歳。マジで。そうよ。怖くない。怖いね。あ、
あれじゃないの、そろそろ魔法使いになるんだよ。いけんのかな、いけると、まだいけるよ、多分。道中で、うん、なんかそういうちょっとね、怪しげなものがあったら買ってくるかなと思ったけど、うんうん、まあ、ないね。ない。遠野だから、なんつうか、そういう面の、うん、あ、だから、多分何泊かしたら見えてきたりするんじゃない、妖怪とかも見えてきたりするんじゃねえかな、みたいな。あ、うち行ったけど、うん、まあ、あの感じはまあいいとしても、うんうん、なんかね、そこに門が、あのお寺があるじゃん、はいはい。で、そこのなんか杉の木かなんかがずっとミシ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 なってて、うん、それがちょっと不気味な。うん、いいね、いいね。そうそう。いいね、いいね。もしかしたら天狗様がの仕業かなみたいな。天狗様でもいなかったね。カッパもいなかった。うん、なんか声かけられてね、占い師にこうやって縁側で座って休んでたから、占いやってきませんかって言われて、うんうん、ああ、じゃあまあ、興味ないけど話してみようと思ってね、はいはい、占いしてもらって、占いの結果どうでしたかって言ったら、普通ですって言われて。めっちゃいいじゃん。そう、めっちゃならば当たりの人に会ってんじゃん。山口アタックしなきゃいけないわ。まあ、山口県は山口県で、うん、まあ、面白いところがあればいいけどね。ただその山賊はね、例えば埼玉の人とか、うん、今まで2人ぐらい連れてったのかな、うんうん、東京の人とか、はいはいはい、でもなんかやっぱ、うん、違うっていうね。いや、絶対面白いですよ、うん、絶対面白い。すげえ怖え、うん、怖いけどあれだね、ジャッキー・チェンだったらなんとか行きそうな気がする。シュル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 っつって、まだ雪が残ってるぐらいの時に沼に行って、うんうん、で、まあまあ俺が運転してて、弟たちは先に沼の方に行くじゃん、うん、まあまあその沼が目的地だから、はいはいはい、場所ちょっと遅れて、うん、車で出たんだよ。猫がいたんだよ、はいはいはい、斜面に対して、はいはい、でも猫、三毛猫で、うん、柄がね、うんうん、三毛ってまあ今レアじゃん、だいぶ、うん、大きさが虎ぐらいあったね。マジで？そうそうそう、俺誰も信じてくんねえんだけど。そうそう、でしばらく俺そいつと見つめて、で弟たちにもそれを伝えたかったんだけど、うん、まあまあ、うん、もう声も出せんでさ、しばらく、そうそうそう、でそのうちあっちもずっとこっち見てるわけ、うん、でプイって感じで上の方に上がってったんだよ、そいつがね。へえ。その後興奮しながら弟たちに言ったら、嘘つけみたいな。へえ、絶対そうだよって。虎の大きさの三毛猫。そう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 、マジですごくない？ここ遠野じゃないよね。だからね、結構ね、そういう、いやでもこれ未だにね信じてくれる人本当に数えてる。それいつの話？去年？もっとだいぶ前、震災前かな、ならば。へえ、うんうん、山って結構さ、まだまだこの山以外でも、うん、まあ、全国の山に言えることだと思うけど、うん、未知の何かがあるよね。あるね、あると思うよ、ね、俺は。だからだから、うんうん、忘れもしないよ。あるんですね。でその三陸鉄道がこう再開したとかつっても全部再開したわけじゃないですか、ね、そう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 、うん、あとはもう震災後に始まって、もう線路復活はもともと需要もなかったし、そうで、JR も離れて、冷静に考えたら需要なかったから、これがかなり、そう、三鉄の終電、あ、終電がこれ？そう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 。三陸鉄道終電。ここにも津波は来てるんだけど。あ、ここまで来たってこと？そう。これ今さ、うん、あの山があるじゃん。うん。の下ぐらいまでは来たってこと？そうよ。まあ当然波も怖いけど、瓦礫が怖いもんね。そうだね。瓦礫の方がなんか危ないっていうもん、ね。うんうん。でこっちに境川っていうのがあって。うん。あ、待ってよ。ってことはこの辺は全部。さらしだったものが復興したってことね。そうそうそう。あー、すげえな、うん、川の氾濫と津波の影響だよね、うん、で海から の両挟み両方からこう行ってるから、あー、この町は。そうそうそう、そうか、いや、あの建物がね、うん、結構最近の建物じゃん、雰囲気が、うんうんうん、だから、うん、あの前からあった家ばっかりなのかなって感じがしたけど、さらしになった上でここまで来たってことか。そう、隣町より陸前高田の方がもっと平地だったから、あ、もう陸前高田の方はもっとすごいすごい、今もあんまり、うん、そう、あ、
ら高田まで行ってみる？行ってみよう、ね、せっかくだから行ってみたい、ね、津波の時の瓦礫はこの坂の途中まで来たんだ。あそう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 、すげえな、うん、この辺ね。じゃあこの辺の建物っていうのは結構築年数が新しいところだよね、うん、今までのところは、うんうん、そう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 、じゃあ本番ギリギリまで来たってことか。うん、でこの下まで波がでっけえ船連れてきたの、この線路、元線路通り。あーすげえな。これってさ、その震災の前は、うん、もう同じような感じだったわけ、雰囲気は、街の雰囲気っていうか店とか、うん、ほぼ、あじゃあ再現できるぐらいのところまでは来たってことか。そうそうそうだね、そうだね。あれが元商工会議所。ああ、ああ、これそのまま残ってる。あ、これは津波耐えたってこと？まあね、建物自体でも思いっきり食らって、うん、そのまさにベニエイタの工場の丸太とかがもう後に突き刺さって、うわそう、多分これまだ反対側、ほらほら、ああいう、あー、あんなになってんな。これの2階ぐらいまで丸太が刺さったと。まあすげえな。これはもうあえてこのまま残しとこうみたいなこと？っていうわけでもなく、2階の屋根がね、うん、こうボコって下がってきてるじゃん、うんうん、ってことはあの辺まで行ったってことだよね、多分3階ぐらい。魚関係の、うん、なんていうの、加工業者さん、はいはいはい、うん、の魚とかが腐ったのがずっと埋まってて、はいはいはい、町中にその異臭がずっと、そう、長い間。それも後からまあ業者とかボランティアとかがどうにかしてくれたの、うん、でも未だにその匂いは残ってんのよ。あ、そうなんだ、うん、夏とか暖かくなるとは、うん、また立ち込めるんだよね、未だに。もう7年8年ぐらい経ったけど、そうそうそう、だからまあ、せっかくね岩手来たわけだから、うんうんうん、まあ、ちょっとそういうところも見て、うんうん、まあ、動画にできればなと思ったね、うん、でこれがみんなが嫌いな膨張点、膨張で、これがみんな反対、あ、うん、6割ぐらい反対されて、でも、まあ、津波に備えるため、でも意味なかったじゃねえかよって言われながら建てられた膨張で、うん、海見えねえじゃねえかよ、うん、これは震災の後に建てられたの？そう、これみんな嫌い。ここ右かな、まあすぐあれでもいいし、適当に、うん、これがキャッセンか、うん、お、これか、そうだ今日は休みですが、あいにくこれね、そうそう、これですよはい、入りました。あ、マジでちょっと入ろうか、じゃあ入っちゃう、いいね、うん、こんな感じ。あれ、これエアコンってスキッパーなの？違うよ、すごくない？これ木のぬくもりだと思うのよ。え、何もやってないってこと、うん、これ。まあ冷蔵庫とかは、まあ、もちろんつけっぱなしだけど。マジ？すごいよね。すごいね、めっちゃあったかいね。なんかこの辺にさ、うん、大きいデパートみたいなのあったりすんの？なんで？ここに来た爪痕を残すためになんか、うん、置物買ってからここに置いてもらおうかなあ、なるほどね。そう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 、はい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 、全然置くよ。あ、いいじゃんこれ、うん、だし NASA のやつも多分その辺に貼れる絶対に。へぇ、そうそうそう、マジでおかげさまでだよ、本当に。いいね、刑事料理できんの？うんでも最近頑張ってるぐらいかな。あー、なんつうか、そうそう、ちょこちょこね。明日俺も30分ぐらい店員やろうかな。ごめん、もう飽きたっつって言いそうだけど、持っていい、ちょっと飲みたいからっつっていやマジでついに来たって感じがするだってもうそれこそ10年前ぐらいから来る来るっつってなかなか来れなかったからね。あ、いやいや、それはでも俺もだよ、俺こそだちょっと、うん、その陸前高田だっけ、うんうん、の方も見てみようかな。これってエアコンかかってないってのがほんますごいな。
エアコンがかかってないっていうのがすごい。うん、だから俺未だにだから入ってちょっと焦るもんね。あれエアコンつきっぱだったっけ。いやーそうなんですよ。いやーすごいね。嬉しいな。来たのは嬉しいな。店に今入ってもらって改めて感じたよそれを。まあねすげえ不思議な感じはするけどね。俺あれだもんね、言ったらあのここのキャッセオフだと設計図から見てるもんね多分。あ、うんうん、そうだそうだ、うん、全然部外者なのに。いや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 、飲み屋街はまあ今日歩くとして。そうだね、うん、この女食堂が大阪屋台からのあの創設者というか。へえ。これ挟んでみたんだろうが。ああなるほど、バイクがまた別なんだけど、あっちもキャッセンで、あれがライブハウスフリークス、結構いろんな。なんかライブフリークっつうとさ、うん、新宿のあそこ思い出すよね。だから2丁目のところの。だからいやあそこ行ったおかげで俺2丁目何回か行ったもんな飲みに。面白いね、言うても面白い、うん、俺あの女の子のとこ行くより2丁目の方が全然面白かったもん。例えばね、俺とかっつうのは、うん、その刑事がその岩手に住んでて、うんうんうん、なんつうの、その震災の被害とか食らってる人間だから、うんうんうん、ちょっと身近じゃん。身近だけど、その、うん、要は知り合いもいなくてっていう人だと、うん、まあその言ったら震災の話が出ることなんてないじゃん。うんうんうん、まあ、その3月11日にその特番とかやるよ、テレビでは多分。あ、はいはいはい。だけどそのもう完璧にその風化してる部分が。うんうん、あるじゃん。あるある。そうそう、だから、うん、そういうのもね、ちょっとなんか撮りたいなと思って、うん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 、そのまあ現状こうはなってるけどっていう、ね、うんうん、実際はまだまだだと思うけどね。なるほど、これからだよっていう自分たちのもう生活に困るようなあれではないんだろうけど、うん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 、でもその積み重ねてきたものがなくなってっていうところでスタートしてっていうところに多分みんな立ってるんだろうからね、うんうん、まさにまさに、うん、なんつうの、だから寄付しろとかじゃないじゃん、じゃなくてその遊びに来るなりなんかしてね、うんうん、それこそお金使って店で食べるでもいいし、うんうん、とは思うけどね、こういう風に来て未だに、そうそうそう、そうなんだよ、うん、一人一人本当にありがたいんだよ。だから ただ来ただけだけどっていう人、あ、いるんだけど何もできないけどって、いや十分だからって本当思うもんね。あ、これは綺麗事じゃなくて、うんうん、俺なんかはそのこの復興したところしか見てないから、そのなんて、うんうんうん、ぐちゃぐちゃになったところってのはもちろん見てないじゃん、はいはいはい、これもしかして線路だったってこと。うんうんうん、これが線路だったってことか。そういうこと。うわー、うん、もう完璧に線路にする気はもうないってことで、うん、あ、刑事が食ったら後でカメラマンやってもらう。オッケー。津波浸水想定区域ここまで、うんうんうん、あのそうそう、これも聞きたかったんだけど、うん、要はさ、そのこの辺ってのは、うん、過去にその津波が来たことがあるわけじゃん、うん、経験として。そのまあその江戸時代とかなんかわかんないよ、時代は30年に1回ぐらい来てるの。30年、うん、30かな、うん、ああ地理地震津波も含めて。あ、そうそうか、うん、だからその来ることは分かってたわけじゃん、うんうん、分かってたけど、そのあの時の津波っていうのは、うん、まあよく言う想定外のやつだったってこと。うん、そんなでかいの来ると誰も思ってないみたいな。超えてきてんのよ、その地理地震津波以上。あ、うん、この海を捉えたい。あ、いい、なんかその地震がバーッと起きるわけじゃん、うん、で地震が起きて、うん、海を見たら津波が来るぞって分かるわけ。なんか雰囲気というか。そうだって引いてるんだもん。ああ、なるほどね。それが合図みたいな。そうそう、なのか、うん、だけどもちろんそのことを知ってる人って、うんうん、全員ではないからね。ああ、そう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 、だから面白がってっていうか、何これ何これみたいな感じで、うん、見に行って巻き込まれた人もいるし、あ、そうそうそう、市場とかその海の仕事してる人たちがそれを目撃して、あ、やばいって思ってすぐみんなにも行ってくれて、そうそう、ちゃんと避難の誘導して助かったっていうのもあるし、はいはいはい、半端じゃないぐらい引いたらしいからね。魚がだって
とビチビチ行ってたりするんだよ、あのだって海だったところが息入り気になって、はいはいはい、それぐらい引いたらしいから、さっきの防波堤、で、あの津波の影響で中に3つぐらいでかい渦ができてさ、はいはいはい、そうで船に乗ってる人たちってもう漁してる人たちってその津波来るってなったら沖の方に逃げた方が安全っていうね、そうそうそう、だからその途中にその渦に捕まって、はいはい、巻き込まれてそのままっていうのもあったし、あまあだからそういうのもね忘れちゃいけないって思うよね。そう実際あったからな、親取るか、あいやでならばそのたとえつまりおじいちゃんがいやいいから子供連れて逃げろみたいな、で残ってもちろん巻き込ま流されてとかの話とかもあったんだよ、うちのお客さんとかで、はいはいはい、そう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 、見つかった人もいるし、行方不明扱いの人もいるじゃん、いるいる全然まだまだね、まだまだいっぱいいるわけだよね、まあそういう場合はその見つかったからまだ良かったと思うべきなんか、そうなんだよ、そうなんだよ、ねえ、これまたね見つかるか見つかんないのか違うでしょ絶対、道を作ってるんだね、さらちよ、もうこの辺もいろいろあったからね、建物とかいっぱい、あこの辺に、そう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 、だからあれか、その大船渡に関しては、まだその壊滅したところとしてなかったところがあったけど、ここに関しては、ほぼ壊滅、そう全滅したからってことだよね、ずーっと工事、8年間ずっと工事しててもまだ終わんないってことで、うん、あでもだいぶ良くなった、中心市街地って書いてあるけど、うん、してる気配が全くないもんね。そうそうそう、そうなんだよ、全然これからの土台を作ってる感じだもんね、まだまだ。崩れたまんまってこと？あっちの方にも、まあ帰りで通るけど、これがさっき言ってたその、アバッセ、アバッセ、アバッセの意味はいらっしゃいと、行こうよ、行こうよ、そう、子供に超人気のアバッセにもあるけど、全然こっちの方が強い、ただみんなタクシーとかで来ないといけないってことか、そうなんよ、そういうのがネックってことね、でもこうやってまとまってくれてからまだいいけど、このちょっと前は、このアバッセができる前は、もっと
ポツンポツンとしかなかったから。ああなるほどね。そうそうそう、そのはしごするってことも難しかったんだ。そうそう、毎回タクシー使ってとか。なんかあれだね、そのキャッセンの方は、うん、あの限られたスペースに作ったって感じがするけど、うんうん、こっちの方はもっと広々とした感じで作ったんだよね。地主さんがそれぞれいて、はい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 、全然回転がついてないところもいっぱいあるんだよ、あのキャッセン周りも。ああ。そう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 。それもだから将来的にどうなんかなみたいなこと、回転がつかない。うん、あ、うん、あそこにさ、あのできてるのがあれ防波堤みたいなやつ。うん。そう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 。あれだけ高ければ大丈夫だろうっていうやつか。もうそれはないってことが、あのこの 3.11 で半なんというか、ああ分かっちゃった。どこだっけ、うん、関前市か宮古 の、 あの日本一高いって言われてる防潮堤も突破されてるから、うん、あそう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 、だから時間稼ぎでしかないというかね、あくまでも、はいはいはい、うん、うん、でもそれだけでも、まあ、あれもちろんね、そうそうそう、少しの命でも、少しの命でもって言い方も違うかな、んだ、うん、助かる命は助けようって、そうそう、あとはみんなの意識だよね、その、うん、うん、ちょっとのあれでも油断せずに避難するっていう、その、うん、あの、ま、アパートがもうその、うん、そのまま、まんまなのよ。あ、これは耐えたってことか。そう、だけど4階まで行ってんのかな。あー、うん、それはそう、あれはね、ごめん、表から見たら そのまま残ってるっていうか、ガラスとか、あー、割れたまま、そうそうそう、だから、なんかね、悲惨さが伝わると思う。この辺もさ、うん、もともと家かなんかあったってことだよね。あったはずだね、そう、うん、まあ、それでも、生きてるからね、みんな、うん、大船渡とかの人たち同士とかで、うん、その地震の話とかになったりすることってあるの？なるなるなる。あ、なる、やっぱり、うん、1ヶ月に1回ぐらいその話になるかな。なるなる。あ、うん、なんかあの変に、うん、こうタブーな感じになるのかなと思ったけど、そういうわけでもないんだ、うんうんうん、だからで俺はそれはなんだ、なんていうのかな、そういうのを話すっていうのはいいと思う、うん、いいことだと思うんだよ、なんつうか、うん、まあやっぱ当事者だから話すことなんだろうね、それは、うん、俺らあの、うん、やっぱ地元とかで、そういう話になることってまあないもんね、うん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 、テレビとかで会った時に、ああそういえば、あ、はいはいはい、っていうぐらいの、うんうん、それはそうだよな、うん、そういうもんなんだよね、本当に左行くか右行くかで助かった命、ダメだった命、あ、そう、うん、そういう話もいっぱいあった。またね、その子供とかがちっちゃいのがいると車でどうしても逃げたいとかってなるしね、うんうんうん、ね、難しいよね。これ高田の神田ぶどう園っていう昔からの、そうマスカットサイダーとかもオリジナル、そうそうそう、また津波到達、あ、うん、これまで到達、そうそうそう、地震でその津波があったところでもね、うん、なんかその有名どころとそうじゃないところがあるじゃん。まあね、なんかまあ不公平なことに、うんうん、まさに不公平なことに、うんうんうん、それはもうちょっとなんかこう、うん、うん、分かる分かる、ね、報道するなり何なりがあってもいいんじゃないのとは思うけどね、うんうんうん、そうそう、だって俺らはもうその刑事に連絡しようとしたけど、うんうん、確か1週間か10日ぐらいつながんなかったもんね。そう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 、でこれはうん、あれなんじゃないかっていう、うんうん、それこそ確かフェイスブックかなんかで、うん、なんかガソリン今入れてますみたいなの見たときに、まあ、こいつ、はいはい、大丈夫だったんだっていうのをなんかみんなで話した覚えが、うん、ミクシーだよ、その当時ミクシーか、そうそう、だからツユとかもすげー動いてくれて、あの時夜中最終的に高台にある県立の大船渡病院に避難したんだけど、うん、もう真っ暗の中でさ、うん、あの赤らんでてさ、間違いね、ああ、はい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 、そうそうそう、で、ガスの爆発の音がボン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 聞こえてさ、これ、日本終わってんじゃねえかぐらい読みたから、わからないからそうそうか、そう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 、自分のとこしかわかんないからね、そう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 、日本中がそうなってんじゃないかぐらいのそう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 、なるわけだ、うんうん、だから、さあ、あの時に比べたら今もいろいろ、まあ、生きてりゃいろいろあんじゃんか、うん、でも、あの時に比べたらって思うとさ、なんつうか、なんでもねえよなって思うよう
してるというかさ、そういう意味でも忘れないようにしてるというかさ、はいはいはい、まあ、そういう意味ではことあるごとに思い出すことにはなるよね、どうしても、うんうんうん、さあ、どっから行こう。あまりね、腹いっぱいになりすぎないようにしよう。そうなると俺、飲みも止まっちまうからなりすぎるとね、腹いっぱいになりすぎる、はいはいはい、ちなみに行こうとしてるお店はどういうところがあるの。ほんとね、一回歩いてみるか、あのキャッセンのそのさっき言った。あー、そうだね、あっち側歩いてみようか、うん、なるほど。ここね、セカンド。あー、なるほど、うん、ここに俺、飲みにだけ来たりもするけど、逆に。はさっき言った、フリークスの、そう、ラコス。竹原ピストルが来るってなって、そう、これチケット取った。いいな、2回目だよ、オフナート。いや、ニクスタートでもいいかもな、マジで。ニクスタート行く、うん、その、目利きの銀次が3時までやってて、うん、他の店は何時ぐらいまでやってるの。9時とか10時とか。うちは大根終わるまで、大根が3時ぐらいまでなんだけど。ああ、なるほど。そうそうそう、ほぼそんな感じだね。まあ、それまで入れるんならどうぞっていう感じか。そうああ、なるほど、うん、ラーメンのどんぐりと焼き鳥と、うん、あれもこの辺も全部もう昔ながらの地元の。これ平日にも結構いるもん、お客さん。最近は静かよ。静か、うん、いいよ。どうも、ちょっとよろしく。ほら、俺で二人とも取りたがりだね。よっしゃ、はい、久しぶり、よく来た、はい、乾杯。乾杯。山口県から来た。山口から来ました。わざわざ海の町に来ておにぎりすいませんね、タッカー。ありがとうございます。一軒目悩んだんだけど、一軒目です。助かります。うまい。うん。これせせりって何の鳥？うん。まあ、鶴か。悪いな。やらしい。じゃあ、飲み回りしてる。これか、まあ、黒船挟んでみてもいいけど、例えば。まあ、ラーメン食わんけどって。ラーメン食わずに何すんの？いやいや、酒を飲むのさ。ああ。飲みっぽいのもあるから。飲み回りしてみて。ノイマール？ノイマール。ノイマール。ノイマールっていうイタリアンな感じと海鮮っていう。はい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 。そう。ちょっとじゃあそのイタリアンの店行ってみようか。うん、俺はねこの馬車に乗ったモタレラって。ああ、それは俺はすごく好き。あ、これそれ。あの今日は山口県から東京行った時に一緒にすごい仲良くしてた。まあいろんな店行っていろんなものを少しずつ。食べようかな。うん、的な。食べて飲んでやろうか。これで2軒目に来ました。はい。ああ、まあ、飲みやすい子です。俺もさ、ワインわからん、いいも悪いもわからんけど、うん、コンビニとか飲んでたから全然あのチリワインとか、ね、そう、うん、赤だったら全然。これあのそれこそスーパーで売ってるあのペットボトルのワインとかに、あのプニャプニャやつある。マジか。あれも全然大丈夫。まあ1000円以上のワイン買うとやっぱり違うけど、うんうん、東京行く頃はあのワインとか飲まなかったから、すげえなんかあのサイゼリア行ってワインとかめっちゃ飲んでたの、はい、何が面白いんだろう。今になったらすげえわかる。さらに俺もともと赤だけは好きで、ミシェルガルマンのギタリストのアベルトシが、はいはいはい、ある発展映像で、飲み屋行って飲んでるっていう、赤ワイン、ひたすら赤ワインばっか飲んでるんですよ。あ、なおさらなんか俺もそうするみたいな。単純に野外ファイナーイベントやりたいんだよね。で、いずれ純ちゃんに呼びてるんだよ。だからさ、階段イコール不謹慎って思われたくないというかさ。でもさ、何年か前に稲川淳二さんがライブに行った時に、うん、基本的になんかあのその時の話は
幽霊のちょっといい話みたいな、うん、でこのセットも田舎のお寺のセットで、あ、死んでて、いやいや、じゃないじゃない、マジで広島で行った時に、じゃあ俺も多分その回行ってるわ。あ、マジでセットってずっと一緒だ。あ、そうなんだ。で、その時はなんかもうその、要は幽霊はで怖い話もあるけど、まあそれだけじゃないんだよみたいな話だった、うんうん、そういう回だったらいいかな、で、また依頼すればそういう話をしてくれるのかなと思って、変な芸人が来て、怖い話するんだったらまああるかもしれないけど、そこまで大御所が来て、やればね、じゅんちゃんから俺は癒しも感じるからさ、それでだから前回あの旅館と言った時は一話分、まるまる一話分寝てしまったよ。なるほど、癒しすぎなんか俺が思う刑事の店っていうのは、うん、なんかそのなんだこれはって外からこうやって閉じ込まれて、はい、っていうのはなんか俺が思う刑事の店みたいな、合ってる合ってる、合ってる、そこで入る入らないは別にどうでもいいから、うん、そう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 、まず興味をそそるっていう、うん、まあ実際中入ればね、人と人の話だから、うん、そう、まあ酒飲んで、ね、好きな話をして、別にそれが、ね、オカルトとかアニメとかじゃなくてもいいわけじゃないですか、競馬の話をしてもいいだろうし、うん、本当に本当に飲み屋ってそういうもんだもんね、うん、基本電話の様子も撮るんだ。そう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 、一応ね。あ、ごめんね、電話するのをすっかり忘れてしまったと、時間がわからんって。今ね、刑事がキャッセンの奥なのっていうところに店を出してるじゃん。で、そこで飲みよるんだけど、刑事の店ではないんよ。違うところ。今日はね。今一緒におる、うん、ハロー、久しぶり、おい、どうも今これスピーカーにして話しよるんよあのスピーカーにして、あの刑事にも聞こえるようにしてビデオを撮りながら話しよる明日はね、あの刑事の店で夜飲むけ、まあこんな形で電話しながらまた動画撮ろうかなと思ってます。そうそう、撮ってるっぽい。で、今2人でワインを1本飲んだけ、次のところにそろそろ行くんかなっていうような。そうね。うん。え？なんで？何？大丈夫。俺も島ちゃんもそういう店嫌いだわ。うん、だけど。もうちゃん、かわいいな多分あの次の店に行ったら多分そこでずっと飲むようになるか、いや、もう2軒行きたいかな。もう2軒やっぱりフリークスも挟みたいな。あ、なんかハンバーガー屋さんとかがあるんだって。うん、そう、なんかそういうところ、うん、そうなんじゃ、いいな。じゃあ、ほんじゃね、お前ちゃんまた、うん、久しぶりに声聞けてよかったわ。はーい、はーい、おやすみ、おやすみ、はーい、はい、いや、かわいい声そう、あのね、毎日8時半に電話するって話だったんです。ただね、今日は時間を完璧に忘れとった乾杯しよう。あ、はるまる、じゃあ、ありがとうございます。よいしょ、よいしょよいしょようこそ、フリークスへフリークスじゃねえな、これラコスバーガー。いやー、ライブハウスいいっすね。あの、久しぶりにライブハウス見た。あ、さあ、行きましょう次の店に。それではありがとうございました。ありがとうございました。どうも。え、ちょっと何、メンソールスって言うのか。いやいや、ターコイズ伊達さん確か12とかだった気がするけど、 あのセッターの代わりに釣ってるっていう話だったと思う。だから島ちゃんが唯一さ、その話を一緒に聞いた人間じゃんか、うん、あの医者に言われたっていう話です。あ、はいはいはい、まあでもあの時に伊達さんに話を聞いてよかったなと思うけど、説得力やばいよね。説得力がすごかっただから、ね、うん、いやマジだろうなって思ったから、うん、そうそうそう、六本木から送られて、池袋まで送られてか。いや送ってくれたもんな、すげえな、ね、あれね。なんか普通は置いとくもんね、その辺に。うん、だからだから
だからしっかり送ってくれて、まあいい人なんだ本当に。まあそれがいい人だよね。ね、変わらずに、まあいい人だ。あ、おさら。そうなんだ。おさらさ。あ、どうも初めまして。初めまして。はじめまして、本当に。その説は。いえいえ、その説は。いつも Facebook で見てるんで。なんか直接でデータやりとりしたんだよ。そう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 。あの、一回電話しましたよね。あ、しました、しました。ありがとうございました、あの時は。初めてでしたね、自分。いや、もう本当初めてです。あ、本当なんですね。なんか、沖縄から。あ、どうぞ、どうも、はじめまして。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、Facebook でめっちゃ見てます。めっちゃ見てます。初めてなのに、懐かしい感じするじゃない。いや、もう懐かしい感じ。いや、ありがとうございます。会えてよかった。なんかちょっと嬉しい。もう全然初めて会った感じがしないもん。すごい、なんか楽しいね。いいね、いい、いい。今日何飲む？ワイン？いや、日本酒？ワインだ。ワインなんだ。そうか。珍しい、いいね。どうしましょう？フランス、フランス。フランス行く？フランス行こう。じゃあフランスで。なんか多いね。すげえ適当。フランスって。なんかね、ケイちゃんのお店を作ったっていう。そうそう。なんかね、変な親近感が。一緒に作ったって。そう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 。一回みんなで飲みたいねって。へえ。僕は今日飲める。飲みましょう。一緒に飲みましょう、これを。俺も結構デザート来ました。誰が先言ってた？都市伝説が。ええ、大好きだ。そうそう。やべえ、やべえから、すげえやべえ。いただきます。彼は思い出からカットしてます。もし映像に映ったとしても、今日だけはいいですけど、あと明日からはカットして。ありがとうございます。これ、うまいですよ。シドケーゼのあれか。シドケーゼのシドケってわかるか。いや、ないらしいっすよ。へぇ、そう、山菜、山菜っていう。ジェノベーゼってバジルのソースみたいな。はい。もじってシドケでソース。うん、美味しい。うんうん。4種類のチーズの